頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そうな。明日の朝だ。じゃあな。はい。仕事どうだった？なんでまだ起きてるんだ。しまった、何時？とっくに寝る時間だろう。まだ今日でしょ。ああ疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？誕生日でしょ。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。気に入った？サラ、これすごくいいけど動いてないぞ。ほら。え、嘘嘘嘘。もうバーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ売りさばいて儲けたの。そうか、じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。愛してるよ。もしもし。サラ頼む、パパをすぐ呼んできてくれ。トミーおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。トミーおじさん、もしもし。ここなの？全国に広がっている病原菌の感染に関係しているようです。どこにいるのよ。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。ただいま後ろで何か動きがあった。何なの？パパの電話。着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ、すぐに行く。あ、パパ。サラ大丈夫か？うん。誰かここに来たか？うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ怖がらせないでよ。どうしたの？ジミンの一家、様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？くそ、ジミン。パパ。サラ来い。ジミン大丈夫？市民警告だぞ。やめろ。行くぞ、こっちだ。ねえ、撃ったの？サラ、今朝会ったのに。聞いてくれ、何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか？うん。トミー、さあ行こう。分かった。どこにいたんだ？何が起きてるか分かるか？ちょっと待ってな。なんだおい、血だらけじゃないか。俺のじゃない、出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。走ってくれ、
血中から何からしい。何があったんだ。あってだ。おい、サラ。大丈夫かい。大丈夫。ラジオ聞いてもいい。ああ、もちろん。ありがとう。携帯もダメ、ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた。兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号、そうだ。何人死んでるの。たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人だって。トミー。ああ悪い。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。それが東海岸と西海岸。おい、あれはルイスの農場だ。あれは助かったんだ。やつは大丈夫さ。私たちも病気。いや、病気じゃない。本当に町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの。ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。うん。おい、人がいる。何をするつもりだ。無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。おい、走るんだ、トミー。止まって。お前は知らないんだ。助けは来るさ。見せられたのに。逃げてるの。ここを抜ける。やってるだろ。うわ。ここで止まるな、ソミー。ここは抜けられないって兄貴。じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ。行け。パパ。ねえ。ねえ。
ぐで着く。止まるな。ここを出る道を探せ。来い、急げ。ハイウェイに行け。早く、サナがいるだろう。俺は追いつく。おじさん、先に行ってるぞ。急げ。おじさんを置いてかないで。あいつは大丈夫。もう大丈夫だ、大丈夫。おい、助けてくれ。止まれ。頼む。この子、足が折れたみたいで。顔動くな。わかった。俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見。どうしますか。パパ、トミーおじさんは。まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ。しかし、了解。頼む。ひどい目にあったんだ。とりあえず。くそ。やめてくれ。まずい。サラ、サラ、手をどけて。大丈夫、大丈夫。絶対に助かるから。しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛い、痛いよな。頑張ってくれ。頼む。大丈夫だ、大丈夫。サラ、サラ。嘘だろ。ダメだ、ダメだ。頼む、そんなと言ってくれ。頼む。ダメだ。神様、神様、どうして。頼む、頼む、行かないでくれ。頼む。これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し、すごい数の死体が道路に並べられてた。 WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動を。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域へ。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがファイアフライです。